というわけで、あとをよろしく頼んだぞ。ああ、確かに約束したぜ。目が届かないところでアドルが無茶しねえように、私の代わりとしてドギにお目付け役を頼んだんだ。お前は次から次へいろいろなことに巻き込まれる体質だからな。俺はノーマンじゃないから盾の兄弟にはなれないけどな。確かにアドル君にはそういう人がいた方がいいかもしれないね。時には励まし、時にはいさめてくれる相棒のような人間が。先生もカージャも人のことは言えない気がするけどな。よし、それじゃあそれぞれ用事も済んだようだし出発しようぜ。さらばカルナックだな。復興した町よ、いつかきっと訪れたいものだね。それでアドル、どこまで送ってくかだけど、セルセタ地方のキャスナンは内陸部だから港がないのよね。そうすると結局定期船の寄港地になってる。おーい、あれは。みんなそれぞれ新しい目標に向かって生きていくらしいわ。あの時母さんと話した時から私にも目標ができたわ。海に出てノーマンたちの新たな故郷を築き上げてみせる。母さんたちの夢を今度は私が引き継いでみようと思う。もちろん私自身の意志で。道のりは相当険しいと思うけどさ、ロロのじいさんのあんな生き様を見せられちゃったらね。ありがとうアドル。何十年か経って私がばあさんになってアドルがじいさんになっても、私たちはずっと盾の兄弟よ。アドルが困っていたら私はきっと助けに駆けつける。だから思い出した時でいい。たまにでいいから私のところへ遊びにおいでよ。